こんにちは、横浜ジーパントップです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日は冬のアウターといえばアルファの MA1 です。一番ねオーソドックスな形です。まあね、こんな、まあ皆さん MA1 よくご存知だと思います。普通のまあジャケットというかジャンパーみたいな形ですね。なかなかねポケットもこんな感じでいい感じだと思います。これ私着てるのは XL 表示のものです。当店でねジーパンのトップで扱っているのはコアモデルといって US サイズのものを取り扱ってますので楽ちんです。もちろんね XL 着る方はそのままちょっと大きめに着ていただいても大丈夫です。結構この下にパーカーとか着る方がいらっしゃるので、ちょっとねこうやって袖の部分が楽ちんなこのコアモデルの方が人気です。裏はねこんな感じでオレンジになってます。非常時にはねこれを裏返して、発見されやすいようにするためにオレンジ色になってるそうです。なんかねパイロットが遭難しちゃった時にこうやって繰り返して着るそうです。よいしょ。もちろんねこうやって着てもいいですしね、ポケットもちゃんとついてますからいいと思います。どうですかね。まあこっちで着る人は少ないかもしれませんけど、こういう着方もできるそうです。ぜひね冬のアウターといえばアルファの MA1、 もしよかったら1枚あるといいかなと個人的には思っております。あと最近この手のね赤いリボンがついてるんですけども、これはねいろいろな理由があるそうです。これはこれでまた次回今度お話できたらなと思っています。また次の動画でお会いしたいと思います。ジーパンのトップは京浜急行杉田駅隣プララセキタというビルの2階にございます。駅直結ですからあっという間に着いちゃいます。 JR の新杉田からは約 400m 離れてますが、皆さん乗り換えで使っていますので、人通りが多いので迷子になることはまずありえません。迷子になったらお電話ください。また次の動画でお会いしたいと思います。それでは失礼いたします。